広域通報報道局のお時間です。今回はライフのネットスーパーでトイレットペーパーを頼んだけど欠品してたので、で後から配達してもらうために体験者さんが従業員としたことを今回は紹介しますので、それではどうぞ。あ、もしもし。あ、もしもし、先ほど電話した。あのですね、あのさっき言ってた一品だけネットから注文してキャンセルしてってしてみたんですけど、あの件数はこちらでいたしますので、注文していただくだけで大丈夫です。あのですね、はい、それがネットで購入するのやってみたけど、はい、レジに進むっていうのができないんですわ。あれ、これ、お買い上げが1500円から受けたまりますとあるんですけど、はい、トイレットペーパー以降378円なので、それで一度購入して全部。あ、はい、あの注文していただいたらこちらの方で変更ができますので、数も変えることができます。あ、じゃあ378円だけでいいんですか？じゃあ、ここに書いてあるように、その1500円以上を貯まりますって書いてあるから、1500円以上で買い物して、で、配達料が440円つくのかな？ああ、そうですか。はい、わかりました。